はい、始まりました。今日買ったもの紹介していきたいと思います。まず、バディファイトの DVD 3巻と TRF の2009年版の CD を買いました。こちらの TRF の2009年版の CD には、湾岸のオープニングが、収録されています。1番に入ってます。で、まあ開けるとこんな感じですね。はい。まあ値段が Amazon さんの方で買って2000円ぐらいでしたね。ちょっとよく値段見てませんでした。まあ、TRF 結構好きで、ボーイミーツガールとかね、そういう、まあ、あれですね。プリティリズムの主題歌にもなっているんで、まあ、結構好きだっていうので買いました。はい。まあ、2009年ってちゃんと書いてありますね。はい。で、これですね。バディファイト3巻の DVD をまた買いました。開けていきたいと思いますね。まあ、こちらの PR カードまた2種封入されてますので、買って損はない内容となっております。9話から12話まで収録されてます。毎回4話ずつですね。そして、DVD が、こんな感じで、表紙と同じようにまたなっています。まあ一巻からそうですけど、 DVD の表紙はこの表面と同じようです。では PR カード2枚紹介します。ブラッディーカードドラゴン、ゲージ1払う。このカードが登場した時、君のゲージ1枚を手札に加えてもよい。ゲージを手札に加えられるというカードですね。アーマナイトビープス、コスト0の、アーマナイトですね。デンジャーワールドでコスト0っていうのは結構使えるので、まあいいんじゃないでしょうか。こちらはサイズ1ですね。打撃力2。まあ結構いいカードなんじゃないかな。ゲージを手札に加えられるっていうのは。で、行くぜバディ。異世界の繋がったカードゲーム、バディファイトを舞台に、ミカド側とダウンバンカードラゴンの出会い。盗まれたバックドラですね。これは、ジンが、確かこれは、この話は、ドラゴンワールドを使って確か戦った話でしたね。英雄たちのカード。これはなんだっけかな。ちょっと忘れました。まあ、全部見てるんですけど、また DVD 買いましたね。はい。これはあれですね、例のマジックワールドの、やつですね。まあ、また一回ね、もう一回 DVD で見直すって感じですね。まあ全部動画に撮って、あ、じゃあ動画じゃないや、全部録画しといて、またあえて DVD 一つずつ買って、まあ見てるんで、まあ結構、そういう感じで見ると面白いです。まあ、久しぶりに表紙に、まあ、この3人が映りましたね。てか DVD では初じゃないでしょうか。はい。では、これで紹介の方終わります。で、PR カードの方は全部ここに、収めてありますね。こんな感じで。一応、2巻分のやつは全部入ったので、またここに入れておきましょう。まあ、正確には DVD が集まり次第全部ここに入れる予定ですね。まあ、DVD 買わなくてもいいんですけど、まあ、俺は買ってるだけなんでね。まあ別にコレクションとして買ってるわけではなくて、普通にまあまた見返したいって感じで買ってます。ここはね、実はね、スリーブ入れながらこれ入らないんですよ。で、しかも紙ですし、きついのと、あとプラスして、最後のここの部分だけ超硬いです。なんで入れるときは、1枚目だけにした方がいいと思いますね。俺はまあ適当にこうやって入れてますけど。で、このエージェント忍者のやつはキャンペーンですね。で、ドラゴンハートの方はコロコロで手に入れたやつです。こちらの方は8月、頃に発売するお菓子の方で手に入ります。1つ100円ぐらいのやつで全10種のやつに入ってるらしいので、ぜひこのドラゴンハートの方は、まあお菓子を食べて手に入れてみてください。まあこれはスリーブで手に入ったやつですね。では、これで、動画の方を終わります。ご視聴ありがとうございました。